どうも、ナムチンです。さあ、今日もメガトンキューブ差しやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はここ、彩花の舞踏をやっていきたいと思います。なぜかっていうと、おすすめ属性がぴったり合うからですね。もちろんメガトン級でいきます。そして、今日使っていく武器が、これだね。ついに入手しました。剣のレジェンダリーです。ようやく出た。なかなかレジェンダリー出ないもんね。ようやく出てくれました。ソルブレイダー、ランク46です。斬撃の炎だね。そしてプラスでここは、破壊の氷、そして射撃の氷が有効なので、こういう編成で来ております。さあ、この武器強いのか。DPS 高いよ。5748。とんでもない武器だね。早速、行ってみましょう。それでは行きましょうが、どうだ、箱は出てきてくれるかな。お、いきなり、いきなりかい。ちょっと待って、いきなりちょっと嫌な敵がいっぱい出てきたね。おっと、ガードするかい。あぶね。まずは周りの雑魚から。あぶね、あぶねって。じゃあ結構戦いはね、ほんと慣れた。うん、だってちょっとね、レベル上げでいろんなやつとね戦ってたんで、戦いは結構昔とは違ってきたよ。あぶね。よいしょ、終わり。あと1体ザコがいたっしょ。お前か、終わりだね。で、融合型、こいつね、嫌いなんだよな。攻撃範囲がかなり広いので、あんまり好きな敵ではないよ。メイ、あれ後ろまで判定あるからね、要注意。じゃあ、危ねっ。クリティカルでね、ダメージを稼いでいかないとダメだ。あ、でもほんとね、メガトン級にしてはダメージ結構与えてる方よ。目に見えて減るのが分かるもん。これはなかなかいい。おっしゃー、クリティカルでいくと4万。うん、いくね。あー、減った減った。後ろから来ると結構減るんだ。おっしゃー、クリティカルがダメージがやっぱえぐい。させないよ、ゴズンブレイク。はてー、むちゃくちゃ硬い。よし、終わり。なかなか HP 高いね、さすが。でもそれでも目に見えて削れるようになったから、さすがレジェンダリーだわ。うん、でここ時間があるんかい。結構厳しい戦いになりそう。またかちょっと待て。よし、ここはこっちの属性ね。じゃあまずは昇竜拳。あぶね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 、死ぬ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 。ちょっと待て待て、あぶね死ぬって。うおー、結構きついぞここ。 OK、 それでもやっていく。あぶね、あ、嘘嘘。ちょっと回復回復回復。とりあえず倒していかないと、これは厳しいな。ああ、こっちばっかり狙ってると思いっきり的にされるから厳しいね。よし、もうちょっとで1体倒せる。よっしゃー、ああ、もうここきつい。昇竜拳、オッケー。一体になればまあまあまだマシかな。うん、一体でもそこそこの強さはあるんだね。よし、でも戦いやすくはなったね。戦いやすくなった。さっきのもうどうしようもなかったもん。いくぞ。
なんとか削り切る。じゃあもうちょっと、きつい。本当に全然減らんねえ。さすが終わりだ。じゃあ時間が大丈夫か。時間がちょっと厳しくなってきてるかもしれない。まだあるよね。なんだ次は。おお、砲台か。オッケー、やってやる。あぶね、砲台がちょっと待て、範囲広すぎ、とんでもねえな。なんじゃここ。えぐいえぐい。とりあえず倒していかないとね、一体ずつ。よし、範囲がすごすぎるぞ。よっしゃ、もうちょい。はい、一体終わり。しゃー、取り巻き終わり。あとお前だけ。ちょっと待て、範囲がすっごいって、範囲えぐすぎる。よし、でも攻撃さえ分かってしまえばなんとでもなる。いけ、よし、チャンス、チャンス、チャンス。あとは叩き込むだけ。減らない。終わりだ。もうちょい。よっしゃ、どうせまたボスなんでしょ。なんすか、あー嫌なやつ、嫌なやつだ。いった、よっしゃ倒した。めちゃくちゃ時間かかったな。やばい、これいけるか。おいおいおいって、これきつい。いやこれクリアできるか。やば、よし終わり。あと1体か。あ、よかったよかった、回復で。次が最後か。最後なんだ。残り8分。まあまあまあいけるんじゃない。ラスト誰だ。うわー嫌なやつ、厳しいね。周り、あ、周りにはいないわ。オッケー、いた。いや、ちょっと待って。ええ、これひどくねえか。これはひどい。ちょっと待って、マジでひどいぞこれ。これを倒せってか。ちょっと厳しいって。いやー、しゅー、いって。もしかしてこのマッドウォーカーだけ倒せばいいのか。いやそんなことねえな、もう全部倒さんとダメやな。嘘でしょ。あー、これいけないっしょ、これきつすぎる。もうここはきついって、きつい。いやーマジか、これは厳しかったな。マルチプレイでいくとまあまだマシかもしんないけど、ソロだとここきつかったな。ということで、今日はレジェンダリーの剣盾使ってみました。破壊力はあったんだけどね、ボスがとにかく多くて、ちょっとやられてしまいましたね。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。